フィリピンのフラッシュがリングに戻ってくる。5月29日、軽量級の4階級制覇王者のニトドネア、フィリピンが世界王座奪還をかけ、カリフォルニア州カーソンで WBC 世界バンタム級王者のルディーヌ・ウバーリ、フランスに挑む。ウバーリも17戦全勝、12KO の実力派王者であり、好ファイトは必死だ。2019年11月7日、 ドネアは埼玉スーパーアリーナで行われたワールドボクシングスーパーシリーズ WBSS 決勝で井上尚也、大橋と対戦し、後にドラマーイン埼玉と称される歴史的激闘の主役の一人になった。あの忘れがたきめ名勝負から早くも1年半、昨年5月に一度はウバーリーへの挑戦が決まりながらパンデミックの影響で延期に。 ウバーリの新型コロナウイルス感染で同カードが再延期を余儀なくされるとドネア自身もウイルスに感染昨年12月に予定されたエマヌエル・ロドリゲスプエルトリコ1の出場も辞退せざるを得なかったこのように運命に翻弄され続けたドネアはどんな思いで日々を過ごしてきたのか38歳になった今何を目指してリングに上がるのか ウバーリ戦を目前に控えた5月20日、今回のタイトル戦とその後の戦いにかける思いを聞いた。その言葉からはいまだに変わらない自らの伸びしろへの自信と、日本の宿敵とのリマッチへの熱い思いが湧き上がってきた。日本での井上戦からもう1年半も経ったなんて信じられませんね。井上との試合は今振り返っても本当に素晴らしいファイトでした。 自分のキャリアの中でも思い出深く、エキサイティングで、見ているファンを喜ばせる内容でしたね。9回には私が井上にダメージを与え、11回には逆にダウンを喫しましたが、立ち上がって最後まで戦い抜きました。打ち合いの中で私たちは勇気をこじし合い、まるで映画のような試合でした。井上に右を決めて追い込んだ9ラウンドは、今でも考えることがあります。 あの瞬間の私に一体何が欠けていたのか。あの日、私になかったのは、若い頃のようなキラーインスティンクト、闘争心。それゆえに勝利を逃してしまいました。しかし、奪われ戦に向けて、私はそのキラーインスティンクトを取り戻すことができたと感じています。昨年11月で38歳になりましたが、ここに来てスピードとパワーはさらに増したとすら思っています。 この1年半の間、戦わなかったことで体が回復したのが好影響を及ぼしているのでしょう。若い頃と比べてトレーニング方法には多少の変化はありますが、基本的にほとんど同じメニュー。今でもスパーリング中心の練習ですし、瞬発力を保つためのワークアウトを数多くこなしています。引退のことはまだ全く頭にありません。私はボクシングが大好き。 このスポーツを続けられることにエキサイトしているんです。いつか朝起きて、走るのも、ジムに行くのも嫌になる時が来るのかもしれません。そうなった時が引き際ですが、まだそんな風には全く感じていません。この1年半、計画された試合が何度も延期になったことに対して、フラストレーションを感じてきたことは否定しません。昨年12月、 ロドリゲス戦の前に新型コロナウイルスで陽性反応が出てしまったのですが、全く症状はなかったし、その3日後の再検査では陰性でした。戦える状態だったのに、主催者側からの許可が下りなかったのは本当に残念。自分で受けに行った検査では陰性だったのに、安全を優先するというのが主催者側の結論だったのです。ただ、長い目で見れば、 ここでのブランクはポジティブな出来事だったかもしれません。まず第一に、激戦の連続で痛みがあった体を十分に休めることができました。それと同時に、子どもたち、家族とゆっくりと一緒に過ごせたことも嬉しかったですね。そう考えると、ここでの時間は有意義なものでした。奪わり戦に向けて、今は素晴らしい状態です。 体重調整も含めて全てがうまくいっていますし、準備は完全に整ってきていますよ。もちろん、ウバーリも良い選手です。技術的にしっかりしており、WBC 王者にふさわしい力量がある。サウスポーで、オーソドックススタンスの選手との戦い方を熟知している点も強みでしょう。今回の試合に向けて、彼の実力を過小評価するつもりは全くありません。 井上戦で来日した際、ウバーリは同じ工業のセミファイナルで井上の弟、タクマと戦ったので、日本でも顔を合わせました。2019年1月に彼がルーシー・ウォーレン、アメリカ、に勝って世界タイトルを取る前、実はラスベガスでスパーリングをしたこともあって、どんな戦い方をするかは分かっています。共通の友人もいるので、これまでは互いに助け合ってきました。ただ 我々はファイトビジネスの世界にいるので、今回は直接戦わなければいけない。このタイトル戦で、世界中のボクシングファンに私の力量をもう一度示したいと考えています。の目標は、まずウバーリに勝って WBC 世界バンタム級のタイトルを手に入れること。その後、井上との再戦を行うこと。そして、バンタム級の統一チャンピオンになりたいと思っています。 バンタム級には他にもジョンリエル・カシメロ、フィリピン、ギジェルモリ・ゴンドキューバ、といった多くの強豪選手がいるのは分かっていますが、今はまず今回のタイトル戦とその先の井上戦に集中しています。井上とリマッチができる位置までたどり着けたなら、条件次第では日本開催であっても全く問題はありません。私は日本が大好きです。 井上戦でも日本のファンが作ってくれた素晴らしい雰囲気を鮮明に覚えています。WBSS の優勝トロフィーを勝ち取ると子供たちに約束していたので、試合に勝てなかったのは残念でしたが、日本のファンには心から感謝しています。試合が終わってからもあの試合をどれだけ楽しんでくれたかを伝えてくれて、それもまた私にとって名誉なことです。私との試合後、 井上はすでに一戦こなしていますが、ジェイソン・マロニー、オーストラリア、との試合も良かったですね。井上はマロニーの戦力を見極め、少しずつ崩していきました。素晴らしい戦いぶりだったと思います。私が奪わり戦に勝つことができたら、6月19日、ラスベガスで行われる井上対マイケル・ダス・マリナス、フィリピン、1000のリングサイドにもぜひ足を運びたいと思っています。 カシメロも来るんですかそれは面白くなりますね。わら。そんな楽しみなプランを現実のものとするために、まずは当面の奪わり戦に集中しなければいけません。キャリアのこの時点でも、私が依然として向上していることをファンに見てもらえるのを楽しみにしていますよ。